ドライバーはやっぱりロフトがある方がいいんですよそれはなぜかというとここが痩せてるクラブってめちゃくちゃ難しいんですよここのお尻が厚ければ厚いほどボールは簡単に上がってきます絶対買っちゃダメっていうその良くないクラブもあるんですよ平井弘明のワンダップゴルフさっきの鉛の話はあ、うん。全員つけなきゃいけない そう全然全然あのもちろん鉛貼ったらヘッドバランスが重くなるからなるべくつけない方がいいんでねでも応急処置として鉛を貼るってことは悪いことじゃないからやってもいいかなとは思うけど鉛を貼らなくてもすごいいいクラブだよって言えるクラブをやっぱ買った方がいいんで今も言ったけど鉛貼ると重くなるんだよねもちろん鉛分。 重くなるんでもともと鉛貼る前提でクラブを組む人ってちょっと軽めに作るのよヘッドバランス鉛の調整で自分のバランスにぴったりするように軽くしている人は多い松山選手とか星野陸也選手とかなんてもう生ラーなんですごい貼るの <laughs> <ー>僕の同級生加藤裕之君ってキャディさん 彼星野くんのキャディーなんかやるときにもうびっくりするぐらい鼻くそぐらいの鉛つける時もあるんだってこんなちっちゃいのでもそれがやっぱり本人の中では安定剤というかこれで俺はうまくいくとそういうなん自分の革新的なものがその鉛で補えるんだったら鉛を張っちゃうっていうだから多分フィーリングなんだよね<ー>ほんとねご飯粒ぐらいのつけるらしいのよ意味いや本人にはあるんじゃないやっぱり <laughs> うんないと思うけど <laughs> <laughs> でも絶対本人にはある,ると思うんだよねヘッドカバーつけたらヘッドカバーすれてそれ取れちゃうんじゃないかっていう心配を廣之はしてる原次みたいなのよいやあると思うすごいらしいほんとお米ぐらいのをつける だそういうなんかカスタムまで言わないけどそういういことって大事だよねその鉛を貼ってどこに貼ったらどういう効果が出るかっていうのを今やりますけども例えばスライスに悩んでる方でしたらこのヒールネックのちょっと下あたりこの辺に大体でいいですよこの辺に鉛を 2g でワンポイント変わるんで 1g か 2g ぐらいの鉛をこの辺に貼ると今打ってるドライバーよりもこの開閉が 強くなりますんで今よりもススライスが出にくくななるはずなんですですもそれはほんの多少なんで言っても 2g なんですよなんで効果が出るぐらい多く貼っていただいてもいいと思いますで次にフックが出る方っていうのはこの塔側この辺の付近に鉛を貼っていただいた方がいいですすごいフックが出るのが嫌だなと思ったら重めに貼っていただいてちょっとでいいよって言うんだったらもちろんちょっと貼っていただいた方がいいですちょっとごめんんんななさいいルルール上わかんないんですが <laughs> ボールが上げたいよと高い球を打ちたいよっていうんだったらこのもちろん上に重りがあった方がいいんですけども上に張るともしかしたらルール違反になるのかなちょっと分かんないですごめんなさい調べてないんですけどギア効果を生み出してボールを上げたいっていう方はこのお尻一番後ろですねこのお尻の部分に鉛を張ると打った時にグンって尻もちつくんでロフトがこうやってつくんで球が上がりやすくなります。なので 球を上げたいなっていう方はこのお尻の一番後ろここに鉛を貼ってあげた方がいいです。ポイントは球を上げたくてちょっと捕まえたいなっていう時はこの辺に貼った方がいいですね。後ろのちょっとヒール目に貼ってあげた方がいいです。球を上げたくてちょっと左行くから右行かしたいなっていう時はこの辺に貼った方がいいです。そもそも球を上げたくない低い球を打ちたいっていうんだったらここに貼った方がいいです。一番前重心を前に持ってきて。 低重心これもう最強ですここここに貼ってあげるとジョンラームみたいな球を打てます <laughs> なんでその鉛の貼る場所によって全然変わるんですよ例えばこういう専用カートリッジ重りこういうのがついてるクラブって最近すごい多いんですよそういう場合はこれをウェイトを変えてあげた方がいいですよ例えばこっちを重くしてこっちを軽くしたら捕まります こっちを重くしてこっち軽くしたらこうやって捕まらなくなりますボールが逃げますなんでそういうやり方もありますこれ ZX-7 は2つなんですけど ZX-5 はここに1個だけなんですよなんでそこの重さを1個だけ 重くしたり軽くしたりっていう風に変えてあげた方がいいと思いますそういう自分のお金をかけないカスタムっていうのはすごいいいことなんでいろいろグリップも含めそういう風に変えていただいた方がいいと思いますねあとはドライバーフックフェイスストレートフェイスオープンフェイスって優しいのはフックフェイスなのよ絶対もちろんオープンフェイス難しいんだけどドライバーのこの雷角この角度構えるこれによっても球の飛んでいく場所って全然違うんだよね アイアンもウエッジもドライバーも全てのクラブそうなんですけどパターンもそう。ライカ角ってこうやってまっすぐがこうだとしたら背の低い人がこうやって構えたらこれ左飛んでくでしょ背の高い人がこうやって構えたら右飛んでくでしょこれもすっごい大事変わるだから意外と買ったまんまアイアンウエッジなんて使ってる人多いと思うんだよね。でも 内ってめっちちゃゃ重要だから例えばアイアンでこうやってまっすぐがこうやって構えていってこれ完璧な100点のスイングしても左行くからう、ね、こういうことも全てやった上でちゃんと悩んでるかどうかもポイントそれがねすごい大事なんだよねだからこのドライバーのピタッてまっすぐ構えたところにこうやってまっすぐ行くようになってるからこれがこうやって。 ずれてたりすると球っていうのはもう全然違うとことこれはもうパターもそうショートパットが出玉から球がずれちゃうとかっていうのもまっすぐピタって構えられてから悩んでくださいっていう感じなのよあじゃあ技術じゃない時があるかもしれないそうなのそうなの完璧に打てた方がミスする時のがあるかもしれないの、ね だからその練習も大事なんだけどそういう俺がよく自分を知ることが大事って言ってるのはそういうとこなんだよね。自分の構えがこうでこううでなってるからってなっててでもそれの対応してますっていうんだったら100点なわけよ。でも完璧なスイングを求めてる人で角はどうでもいいいっってななたら正解が分かんない <laughs> それがねすごい難しいとこなんだよね。あととはドライバーの話に戻ると 前も動画でおすすめスペックって言ったけどやっぱり11.5度とか12度ぐらいのロフトでなるべく丸顔のヘッドで長さが45インチ前後前後って0.5インチぐらいの前後ね44.5から45.5までの間でバランスが D0 とかだったらすっげー優しく打てると思う <laughs> ちなみにそれがヘッドスピード40から42ぐらいの人。 女性だと44インチのバランスが C8 から C7 ロフトが13度でヘッドスピードが3 4四5 6ぐらいだったらめちゃくちゃ優しく打てるおすすめスペックかなそれ女性のクラブだったらシャフトが 30g 後半から 45g まで男性だったらシャフトの重さが 4555g の間がすげえ優しいと思う。 ーーラーでも打てる全然打ててるる全然レッスンしてて俺レッスンの時クラブって持ってかないんだけど動きとして見てもらいたいっていう時にお客様のクラブを借りて打つんだけどもちろん朝準備運動してないからいきなり打つわけよ。の時にいやこれ打てねえなきついなっていうクラブ多いもん。難しそうそうそうオーバースペック。俺の今のその練習量に対してはオーバースペックのクラブが多いからだからついつい女性のクラブ借りちゃう。 の方が全然打てるからだからレッスンしてる方のクラブ借りないで前後の女性の方のクラブをちょっとドライバー借りていいですかって借りて打つの方が全然打てるからネタしちゃっていいの全然いい全然いいの全全然然やっぱりこの間 YouTube で俺の父ちゃんの66歳でクラちゃんとれたここ最近っていうか34年前なんて母ちゃんのクラブ借りてコース行ってたからめっちゃ優しいって自分で言ってたから。<laughs> そんなもんななものよハードなクラブは対応できないけど優しいクラブって対応できるのよ自分の力ないでやるからそうだからね優しいクラブの方がいいって本当思うもん、うん、ただその自分の実力ギリギリのスペック使いたいんですよねかっこよかったりこれを使いこなせた時の喜び、うん、がもちろん分かる分かるんだけど スコアっていうものが意識し始めた時に絶対優しいクラブがいいそうだからもちろん打つボールの重さは変わらないからクラブが重ければ重い方が衝撃が強くて飛ぶんだけど使いこなせなせかったらダメそれは振り遅れもそうだしヘッドドスピードを上げられない重さ自分が自在にヘッドスピードを操作できる重さだったらいいんだけど。 振ることに一生懸命になってたらヘッドスピードを調整できないもちろんドライバーなんかは調整する必要ないのかもしれないけど少なからずやるからそうした時に自分の操作ができる範囲内の重さのクラブじゃないと絶対ダメそこはね本当クラブ選びの基本的なところでもあって一番難しいところだから慎重にやっぱりクラブっていうのを選んであげた方がいいね、うん、でもスイング見ただけじゃわかんないん、ね いや分かるかかかかるるるるなかるんだとこういうういいいクラブにした方がよそけどある程度レッスンに来てもらった人じゃないと言わないかな言わないというか言いづらいしその人が「いや俺これ好き好んで使ってんだよ」っていう人もいるからそれは別に大きなお世話になっちゃうからドライバーをどこまで求めてるかによっても全然変わってくると思うんだけど。ススライスを 出ていいやで打ってる人とフックが出ていいやで打ってる人でスペックって全然違うし要はフッカースライサーでいうとスライサーの方が多少重いクラブ使った方がいいんだよねフッカーの方が多少軽いクラブ使った方がいいそれはヘッドバランスも一緒そこが逆を使ってると例えばクラブがちょっと重いなって感じてる人がフック打とうとしたら打てないからフックってクラブを操作しきれないと打てない球なんだよね。だかかららそういういいいのもも分かってもらいたいし スライサーっていうのはある程度クラブの重みが必要だから上から落とすからだから多少重いなと思っても打ちやすいスライスはつけててるのにフック打ちた人一番打てないんだあ,あんまり大きな声じゃ言えないけど <laughs> そうだねハードスペックのドローヒッターが一番ミスするかもしれない, <laughs> い本当に一番難易度高いんじゃないそれこそヘッドスピード423 42の人が6の S 使って。 ヘッドバランス D2 でロフトが9.5度なんか使ってたらはっきりは言わないけど一生フック打てないと思うよ <laughs> めっちゃ難しいスペックだもんそれでもかっこいいんだかっこいいできた時はかっこいい,こい,いただ100球って5球成功したら俺はなま丸だと思うそれぐらいの確率、うん、それが467 46のヘッドスピードで今俺が言ったスペックだったら6割成功するそれでも6割よ 百球って六十球しか多分、うん、それよりコースは高い得点を求められるからコースは八割なのよ絶対。うん、できるものってしたら絶対もうちょっとライトスペックじゃないとドローっていうのは打てない。これは九点五度ロフトでバランスが D1 でシャフトが五の S で四十五インチで楽って感じたことはないです。ちなみに俺のヘッドスピードが四十六七で。うん いやめっちゃ楽だよこれって感じたことはないちょうどいいそれぐらい <laughs> 楽はしてない,楽はしてない今までずっと使ってたクラブからはもちろん楽してるけど今の自分のパワーと実力からしたら全然ちょうどいいだからこういう楽な方がいいよね毎回同じ球が打てるっていう部分では気持ち的にはすごい楽 <laughs>、うん、だけど振ってていや楽だなっては振ってないからちょうどよく振ってる感じ これも俺の夢言っていい、うん、10人20人とかコロナ関係ないとして集まってもらってドライバー診断みたいなのをやりたいやってみたいより詳しくその方の悩みとかスイング見て実際球打ってもうドンズバのクラブ言いたい <laughs> ショップの方もそれを分かっている方と、うん、なかなか分からない方と多分いると思うのよ そこもだからうわこの人めっちゃくちゃ詳しいなっていう人に当たったらいいけどクラブの知識が少ない人からクラブ買っちゃったりするといやもうちょっとこういうことを聞きたかったなとかいうのが出てきたらね同じ値段払うんだったたらもっいいいなないじゃないそうそう忘れてた今多いのがこのスリーブって言ってカチャカチャでシャフトを交換するクラブがすごい多い。 このメブッツってプラスチックの部分があれば中は鉄なんだけどこれが持ってればいろんなシャフトを1個のヘッドですぐ変えられるシャフトで試せるで向きも変えられるんだよねロフトも変わるわるけだからいろいろなセッティングが1個でできるっていうメリットがあるんだけどボールを打った時のメリットデメリットっていうのはここにすごいウェイトが来るのよ。 このスリーブが入ってるからだからヒールヒットが強くなるっていう部分があるんだけど当たりがねボケるっていう人もいるだから単純な接着の方が全然いいっていう人もいればいやヒールが重くなってこうやって開閉がしやすくなってヒールヒットが強くなるからこのカチャカチャの方がいいよっていう人もいる だからそれはもちろん好みだし両方、ね、いい部分があるからそれは全然いやこれやめた方がいいよとかじゃないんだけどそういう部分もあるからあとねヘッドとシャフトとグリップのマッチングがいい悪いってあって先週も1人あちょっとこのクラブやめた方がいいなっていう人いたんだけどバーンって打った時にブル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 ンって長時間揺れちゃう。 クラブってあるのよそれは良くないどんだけ重くても軽くても柔らかくても硬くても打った時に打った衝撃の分ブンッしか揺れないクラブってあるのよそれがマッチングがいいのよでもビューンってなるクラブあるのよそれは良くないこれはメーカー言ってないからいいんだよね <laughs> 寄る場合もある<ー>そうそれがすごい出るメーカーもあるのよあそう そう、それはだからたまたまそのシャフトとのマッチングがよくないのかもしれないよけどあるのよそれはね重心距離が遠いからとかじゃないのよじゃないんだそう,そう俺最初そうかなと思ったの重心距離が遠いからビヨ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 ンってなるのかなと思ったのそしたら同じヘッドを使ってて違うシャフトを使ってる人がいたのよ全然違うあじゃあそのマッチングな,マッチングなのそう もしかしたらシャフトかもしれないんだよねそのシャフトがそうなるかもしれないんだけどでもそのヘッド多いヘッドなんだけどそれはねあるから気をつけた方が気をつけられないよねメーカー言ってないんだからねシダした時に分かるはずそんな分かる分かるビア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 ンってこなんかブル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 ーンってちょっと長い時間手にくるんだよねそれはねやってるやってない関係なく分かる技術うまい下手関係なく分かるそういうクラブはバッチンがよくないうん 要は無駄な動きが多いからなるべくそういうクラブっていうのは使わない方がいいそれはもうアイアンも一緒です全てのクラブで ブル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 ーンってなるのはよくない特にカーボンスチールは動きが遅いから多少カーボンより震えてる時間が長いんだけどそれでも長すぎるだろうっていうのがあるのよそういうクラブはよくない <laughs> まだちょっとないろいろ言いたいこともあるけどちょっと長くなっちゃったんで今回はこれぐらいにしておきましょうかねまだあんのうーん言えないことが多いんでやめときます今回ドライバーの選び方というか こういう性質があるんでクラブ選びを参考にしてみてくださいっていう動画を撮っていきました今後ですねアイアンウェッジパターンなどもやっていきたいなと思ってます LINE の公式アカウントワンナップゴルフのですねこんな動画撮っていただきたいよとかですね YouTube のコメント欄でもいいんですがリクエストが例えばありましたら送っていただいてですねそういうのを参考に今後動画を撮っていきたいと思います では今回はですね、ドライバーのことについて解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。